ライトノベルの作家、まあ、小説であったり漫画の原作という仕事を普段しておりまして、シリーズ累計220万部ぐらいは行ってまして、まあ、アニメ化もしていて、終了です。そりゃそうだな。作品の、私の作品ちょっとお渡しできたらなというふうに思いますので、すいません、ちょっと、資料すいません、ちょっと全員分足りない、一応お渡しできたらなと思います。はい、シュウと申します。私はライトノベルの作家、まあ、小説であったり漫画原作者、漫画の原作という仕事を普段しておりまして、で代表作としましては、お渡しした魔王学院の不適合者というものが代表作で、シリーズ累計220万部ぐらいは行ってまして、アニメ化もしていて、今月アニメの第2期が、ちょっと延期した関係で伸びたんですが、第2期の放送が今月される予定でもあります。で、漫画原作 の、 経歴としましては、講談社様が主催されております第5回の漫画脚本大賞、漫画原作者の賞ですね、を大賞を受賞いたしまして、でそちら の、 魔法石に乗らない偉人という作品を漫画アプリのマグアプケということで、講談社様のアプリの方で現在連載中という経歴になっております。で今回応募させていただきましたのが、端的に自作の構想を練っている時に、格ゲー漫画を描きたいなというふうに思い立ちまして、それが一番大きなきっかけということになります。で私はストリートファイター5から5から競技シーンというのを見始めたんですけれども、それが非常に面白くて、選手のキャラ性であったりドラマ性であったり、もちろん e スポーツの競技性というのも非常に面白いんですけれども、やっぱりちょっと分からない、知らない人には敷居がちょっと高いなという部分が あるかと思いますので、そちらを漫画で分かりやすく落とし込めれば、とてもいい面白い作品になるんじゃないかなというふうに考えております。でちょっとその競技性であったりそういったことを理解するために、今まで見るだけだったんですが、スト6からちょっとプレイヤーとしても始めてみまして、一応マスターまでは行ったんですけれども、はい、ちょっとでもめちゃくちゃ強い人いるんで、なんかすごいボコボコにされて、そうスト6以外やってないんですか？世代なんで小さい頃はさすがにちょっとやったっすね。そうですね、スト2を家庭用で遊んだことはありますけど、そこから先はなんかやってない。でもそうですね、大人になってもやってない。やってない。それでスト6もマスター、はい、頑張りました。すごいですね。ちょっとここに来るんで頑張らなきゃと思って。いや、すごい、それはすごいですよ。嫉妬しかないな。俺のことか。はい。で、頑張っていきました。で、皆さんにお願いしたいこととしては、4つあるんですが、1つは漫画の監修を梅原さんにぜひお願いしたいというふうに考えております。で、できればその企画の段階から結構がっつり関わっていただきまして、梅原さんが面白いと思えるその漫画ができたら、著作品にとって一番いい形なんじゃないかなというふうに考えています。西出健吾郎がすごい嫉妬するんですけど大丈夫ですかね？え西出健吾郎っていうのが嫉妬のラインを送っていく人なんですけ、ね、こちらの方も黙ってないんじゃないですか？この間何でお前押し切りのサインをずっと飾ってるんだってうっかりラインが来ました。嫉妬はね、大歓迎です。で、2つ目が、宣伝の協力、国兄さんはじめとした配信者の方々たくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、宣伝素材などをお渡ししたり、私が出演したりなどでもいいんですけれども、そういった形で、告知とかの協力をしていただいたら、盛り上がって大変助かりますということと、あと3つ目が格ゲーマーの
格ゲーマープロゲーマーのご紹介いただけたら、まあ、ちょっとその動画はいろいろ見ているんですけども、やっぱ競技の深い部分であったりドラマであったり考えていることであったり、まあ、そういった競技者の気持ちっていう部分を知ることができるので、ぜひ取材をさせていただけたらというところと、あとは実在の人物をモデルにしている漫画って結構あるんですよね。まあ、もじってはいますけども、まあ、格ゲーの方々って、まあ、いい意味で破天荒な方たくさんいらっしゃって、そのまま漫画にしてもいいぐらい面白い方々いらっしゃるんで、まあ、実在のモデルにしてなんかちょっと悪い感じの役になったりしたら、まあ、ごられちゃうかなみたいな部分もあるんで、まあ、ちょっとその許可取れたら大変助かりますということです。で最後にそのできれば梅原さんに面白いと思ってもらえる漫画を作るその制作過程ですね、これが面白くないって言われたりする部分をなんかそう獣道みたいな感じで、まあ、その真剣に私真剣に作品を書きますんで、面白くなければもうつまんないで終わってもいいですから、そういった企画をして、ぜひ面白いものを挑戦させていただいたらなっていうふうに思います。ちょっとそのまあ説明すると長いんですけど、今のままじゃ不公平だなっていう部分がちょっと思っているところがありまして、ぜひお話だけでも聞いていただけたらということで、これご検討もしやるとしたら、この今やってる魔王学院の不適合者、はい、と、まあ、並行してやっていくってことになるんですか。まあそうですね、ただまあ自作なんで、まあそろそろいろいろ終わりそうな物語もだいぶ佳境の部分なことがありますね、今自作としてさせていただけたらなと思っております。あとその漫画に関しては、はい、まあ、梅原も自伝みたいなやつ作ったじゃないですか、はいはい、どういうもうなんですか、最初から、はい、そんなフィクションっていうか、フィクションがいいとは思っているんですけども、その梅原さんを例えばモデルにした人物を主人公として使ってっていう、そのもうありますよね、もうその漫画が、漫画が梅原が、それはあれですよ、ノンフィクションじゃないですか。あ、そうです、はい、私が原作者はそこにいます。すいません、すいません。時間使います。俺さっきあんな目。終了です。そりゃそうだな。そりゃそうだな。そりゃそうだ。その自作で新しく発見しにするんだったら面白そうかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます、うん、はい、では意思確認に移ります。なんだこいつ。取られる意思のある方いらっしゃいますか。いやでも面白そうですよね。あ、そうですね、面白そうですね。なんでお目まで上げてんだよ。いや、なんか嫌な顔してくれそうだから、まあ、一応ただその名前を使うとか監修ってなるとやっぱりその篠、ね、さんっていうそのマネージャーを通すことになると思うんで、うん、まあ、自分としては面白そうだなと思うんですけど、まあ、まあ、後日っていう、はい、ちょっとご交渉させていただければ頑張りますので、興味はありますし、はい、ありがとうございます。まあ、切れ事言うわけじゃないですけど、まあ、業界にとっても結構こう知名度を広げるというか、うん、プラスになりそうなお話だなと思うので、うん、なんかできるかできないか別として、例えばさっきの漫画家さんと文を書いてもらって一緒のものを作るとか、下月ですか。そう、下林さんだから、下林さんだったんですけど、その下ムーンじゃない。どこの国の人だよ。下ムーンさん、あ、違った、っていうのも、はい、なんかこうまあまあ、こういう企画も面白かったなと思いました。せっかくだし俺は撮れの縁でっていうことですよね、うんうん、はい、じゃあムーンライさんにそういう可能性も含め作ってもらって、はい、あ、そうそうそう、ね、ムーンライさんね、映像作ってもらうとか、うん、あれ全然ありですよね。全然ありだと思います、はい、意味があるのですごく面白いと思います。じゃあニューロ獲得3だと思いますよね。3です。あ、3おめでとうございます。ありがとうございます。あの人大丈夫なんですかね。あの人は市場挟んでくるんですね。同業にだけシュプシッとします。まあ同業ですらもうないんですけど。成功されてる方にはちょっとそうですね、はい、うん、見にくいですね、はい、うん、もろ同じ職業なんで、うん、悔しいだろうな。喋んなそれ以上。見にくいが T シャツを着てますね。、うん、俺の T シャツいじるな。